それでは木、旗に行きますね。まず片辺を、短い位置を書いたら少し右上がりに持っていきますね。右肩を少し下げて斜めに持ってきて抜いたら中心あたりから、右に平行に近い感じですね。少し下で広がるようなイメージ。たら、辺よりも上の位置から、これは立ち気味ですね。だいたい位置を揃えてまっすぐの位置で、次のまっすぐの位置は上の、位置よりも長め。そしたら縦2本を描きますね。間隔角度を揃えて3等分して閉じたこの位置が上の 1.5 倍ぐらい、この線の下あたりから、この線の下あたりから止めてください。